今回は世界一のスクラッチの神が作った作品を遊んでいきます。どうも、やさこちゃんひのです。皆さん、スクラッチやってますか？スクラッチにはたくさんの作品が投稿されていますが、スクラッチには世界一のフォロワーを持つ天体が存在します。海外のプログラマーグリフパッチさんはスクラッチで最もフォロワーの多い世界一のスクラッチャーです。天才的な作品を数多く公開しており、スクラッチでは知らない人がいない神的存在です。 YouTube ではスクラッチのチュートリアル動画も公開しており、38万人もの登録者がいます。ということで、こちらがグリフパッチさんのプロフィールです。共有したプロジェクトが100個以上あるっていうね。何本作品を作ってるんだ。11年12ヶ月前、12年じゃないのこれは。12年間スクラッチをやってる大子さん。そしてなんといっても、見てください、このフォロワー数。フォロワー62万人もフォローしてる世界一のスクラッチャーです。このコメント欄も世界一のスクラッチャーともなれば、随時2分前1分以下前みたいな、これまた更新したらほら新しいの出てくる。リアルタイムでね、みんながここに集ってるっていうね、やばすぎるね。これなんて書いてあるんだろう。ベイブレード、ベイブレード発射せよ、壮大な戦いを繰り広げよう、対決しメタルを回せ。なんかベイブレーダーもいます。こいつはずっとベイブレードの話してる。そしてこちらがこのグリフパッチさんの作ったプロジェクトなんですが、これ見て驚きました。前回取り扱ったスクラッチでスクラッチを作った人もこのグリフパッチさんなんだ。やばいね。みんなもこれグリフパッチさんなんだって知らないでやってる作品あるんじゃないこれ。ということで、早速世界一のスクラッチの神グリフパッチさんの作品をいくつか遊んでいきましょう。その前に、僕のスクラッチアカウント、なんとフォロワーがね91人超えました。ありがとう、みんな。何も投稿してないけど、こんな感じでね、コメント欄で交流とかできるので、皆さん交流したり、おすすめの作品ね教えてください。そしてこういう書いてあるんだけど、 X もやってるんでね、 X をやってるそこの皆さん、それじゃあ早速神を遊んでいきましょう。ということで、一つ目の作品はスクラッチで最も人気の作品のマインクラフト 2D です。これなんか実は一回やったことあるんだよね、多分。以前動画でちょっと触れたんですが、知らずにやってたけど、世界一のスクラッチ作品らしい。それじゃあニューゲームでスタートしていきましょう。お、すごい、ピースフル、サバイバル、クリエイティブ、なんかワールドタイプもいろいろあるんだ。まあ、一旦今回はそのままで Here we go。 おお、すごい、ここもちゃんとマインクラフトなんだ。でこれで 2D の世界で見てください、ちゃんとね木を掘れる。まあ、ちょっとテラリアっぽいね。テラリアかけるマイクラ、これ木があるから通れないかと思いきや、さすがは 2D。 これ2D なのか、奥行きがあるんじゃないのか。でクラフトとかは E でクラフトできる、ちゃんと。これエンドラとかもちゃんとあるのかな。 2D マインクラフト詳しい人、エンドラあるか教えてほしいです。こう華麗にね後ろ歩きでいきます、僕。うわー、びっくり。うわ、爆発された。こっち多分あるんだろうけど、マイクラより全然暗いじゃん。深淵すぎないか。結構もう動物とかいっぱいある。あ、ローディングチャンク、ワールドの端っこまで行ったらチャンクロードされてワールド広がるんだ。スクラッチのあのブロックを組み合わせることでチャンクロードとかワールド生成が無限にできるって、ちょっとわけがわからないよ。お前もそう思うか。もううるさい、うるさい。ということで、ちょっとサバイバルでやったんですが、クリエイティブで何があるかとか、ネザーとかあるか気になるんで見てみましょう。これで E 押すと、おー、結構アイテムありますね。知らないやつもあります。これは何？いや、何？おうち、おー、すごい、びっくり。井戸が出てきた。書いてあるわ。村人の家を作ったりとか、そういうのがこの家ブロックでできると。ネザーゲート作れるかやってみる。こういうことよね。ネザーゲートっぽくなった。これで、ここに火をつける。うおった。ダメなのか。さすがに、ネザーないのか。ないのに、ネザーで取れるアイテムあるっていうね。こちら 2D マイクラですが、マイクラっていうより、マイクラを題材にしたスピンオフゲームみたいな感じがあって面白いですね。ということで、スクラッチで世界一人気のゲーム、2D マインクラフトでした。二つ目の作品は、ジオメトリーダッシュです。先ほどの 2D マインクラフトが世界で最も人気の作品だったんですが、こちらの作品は世界で2番目に人気の作品みたいです。1位と2位を独占してるっていうね。じゃあ、プレイしていきましょう。スタート。お、始まる。おー、これなんかスマホゲーである、あるやつを完全再現したって感じですね。著作権大丈夫かこれ。あ、死んだ。下手。で、スコアもセーブされてるんだ。僕、ゲームの歴史みたいなの見たんですが、ゲームの歴史でスコアの登場っていうのはだいぶでかかったみたいで、やっぱスコアがあるないじゃ、ゲームのやりたい具合、やり込み具合が変わってくると、それをね、スクラッチで、わー！はいはいはい、はいはいはい。あーもうね、はい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 、いい、あ、リズム天国これ。あーもうね、はい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 、
カーモネ、はい、カーモネ、はい、おうおう、わ、まあ、ここ真ん中行かないといけない。それむずいって。できないって誰も。ちょっとこ、そこ超えたい。曲が全然始まらない。下手すぎて。こうだ、来た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 、覚醒。はい、あーさーすー、い、あーさーすー、ぷっぷっぷ、お、来た、うわー、なんだこれなんだこれ、なんだこれ飛び出した、やばいやばいやばい。でこれは真ん中あたりをずっと飛んでればいいってことですね、つまりは。おー、オッケーオッケーオッケー、来た、い、あーさーすー、ポン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 、はい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 、ポンポンポン、あん、これ無限にできちゃうね。いやでもみんな4回目だよ、4回目であそこまでいけたのすごくない？ちょっと才能を感じてほしい。これスクラッチでできちゃうのやばいね。多分学校とかでスクラッチやってる人多いと思うんですけど、もう学校で先生がこう、じゃあこれ今日はねこれやってね、これでもんねってなった時にポチポチポチと、で何遊んでんのって、いやスクラッチですけど、スクラッチこれ勉強勉強って言えば免罪符になるっていうね。これキッズたちの味方ですね、グリフパッチさんは。マイクラしかり、ジオメトリーダッシュしかり。ということで、三つ目の作品は、ゲッティングオーバーイットを再現した作品です。一つ目の作品が1位、二つ目の作品が2位だったんですが、こちらの作品、世界で3番目に人気みたいです。1位から3位全部取ってるっていうね。この世の全てを手に入れた男や。ということで、海賊王グリフパッチさんのゲッティングオーバーイットをやっていきます。お、すごい。本家っぽい。本家もね、崖にガチャンってなるんですよ。じゃ、ニューゲームいきます。ニューゲーム。おはははは。猫くん、お前、すごいなんかうつろな顔してるけど大丈夫か？もっと笑え、いつもみたいに。僕が笑わしてやるからな。うわ、すご、操作感、ゲッティングオーバーイットだ。これ配信とかで、配信者とか一時期ずっとやってたやん。スクラッチあれば買う必要ないね。あんま変わんないもんだって。なんか崖みたいな石とかがこのスクラッチのプログラミングブロックになってるのと、あと、つぼうじが虚無猫に変わってるぐらい。虚無猫の方がいいよね。いや、こいつの笑顔見たいな。なんか喋り出した。これグリフパッチさんの声ですか？グリフパッチさん、猫を笑してあげてください。これさ、もしかしてさ、これ虚無猫も意図的にしてて、クリアした時に笑顔になるためだったらちょっとエモくない？感情をなくした猫が再び笑うまでの物語、それがスクラッチ版ゲッティングオーバーイット。ストーリー性があっていいですね。本当にそうなのかわかんないけど。ポーズ the game by pressing P。 グリフパッチさん、そろそろ喋らないで。そろそろもう僕と喋りが被るんでやめてくださいね、グリフパッチさん。あ、多分これなんかアセッツとか言ってるから、多分ゲームの解説を聞かされてるんだ今。どうやって作ったんですかっていうところを教えてくれてる。スクラッチとか言ってる、ライブラリーとか言ってる。あ、やっと喋り終わった。オッケー。なんか順調にいけてるくないか。お、来た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 。上手くない？ちょっと本家より上手いかもしれない。え、誰？猫は無表情なのに、あいつはすげえ笑顔。あいつと話したいな。あいつのとこ行きたいんだけど。あ、置物判定なんだ、こいつ。フィギュアでした、ただの。やっぱり騙されたかもしれない。出れないぞ、こいつ。バナナの壁があって、ここに。これ死者を嘲笑う顔なのか、もしかして。なんか、キャジラ、前も鬼にならないかって顔になってる、今これ。やばい、みんな。本当に出れないよ、これ。わあ、出れない。ということで、三つ目の作品。ゲッティングオーバーイットを完全再現した作品でした。クリアしたら、この虚無猫が笑ってくれるか。それはね、皆さん、ぜひ自分の手で確かめてみてください。ということで、4つ目の作品は 3D ペンスケッチャーです。先ほどの3作品はゲームだったんですが、こちらゲームじゃなく 3D のお絵描きツールというか、お絵描きソフトみたいな感じです。グリフパッチさんはゲームだけじゃなく、こういうものも作れてしまうと、頭の中がどうなってるんだ？ちょっとなんか描いてみよっか。おー、すごい！見て。僕がピューってやると、おー、絵が描かれます。なんかさ、VR チャットってこんな感じに絵描けるんですよ。それをスクラッチで再現するっていうね。ローテート、ゼロにするとそのまま 2D で描いてちょっと回して描けると。じゃあ僕が新しい作品作ってあげましょうか。 3D の日野を作ります。まず四角く日野と描く。そしてここで奥行きをつけます。奥行きつけたと思ったらこれ分離してた。 3D アートの難しいところですね、これが。ドラえもんとか描いてみる。これで丸描いてちょう、丸描いてちょう。お羽に目が出て、植木鉢、植木でこうする、そしてこうする。おー、できた。ある一定の角度で見るとドラえもんになる絵です。ということで 3D アートも楽しめてしまうグリフパッチさんの作成した神作品でした。ということで、今回は世界一のスクラッチャーの作品を実際にプレイしていきました。グリフパッチさんの作品遊ぶシリーズへ、もっとやってほしい人はコメントで教えてください。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。